はい。皆さん、こんにちは。今日は伊勢物語、おのの雪き、おというところですね。やっていきたいと思います。昔、みなに通いたまいしこれたかの巫女というふうに来てますね。まず、たまい尊敬語を使ってます。尊敬語は主語を高めるので、主語になっているの誰っていうと、これ、これたかの巫女というのがその後に来てますから、作者から主語である巫女に対する尊敬語として取ってもらっていいと思います。 そしてその下の死。これは過去の助動詞キーの連体形です。生丸、キー、死の死なので、過去。はい。ということで、みなせに通いなさっていた、これたかの巫女という感じですね。例の、いつものようにという言葉になります。仮死に終わしますですね。仮押しに終わします。やってきた。尊敬語を使ってますから、もう巫女として取っていきましょう。巫女が、やってきたと。 そのおともに、馬の神なる沖縄、都つ祭りという風になってますね。この馬の神というのがおそらく、有原成平かという風に考えられております。で、このなるというのが、馬の神である沖縄という風になるので、断定の助動詞なりの連帯形です。はい。馬の神である沖縄が都つ祭り、謙譲語を使ってます。謙譲語は目的語を高めるので、 我々の成平がお仕えしている。誰にやねんって言うと、今出てきている偉い人はこれたかの巫女しかいないので、これたかの巫女にですから、作者から巫女に対する謙譲語ですね。謙譲語は目的語を高めます。 で、最後のリーなんですけども、これは助動詞です。で、レーっていう A ノートにくっついてますよね。A ノートにくっついている助動詞のリーは、完了存続の助動詞というふうに取りましょう。はい。そして、日頃経てというふうになってます。この平なんですけど、実は1文字で活用していくという結構レアな動詞になるので、 チェックしといていいと思います。へ、へ、ふ、ふる、ふれ、へよというふうに変化していく下二段活用ですね。だから、終始形が漢字を一文字で、ふというふうに読みます。これね。まあ、だから、少し日頃、時間が、日数が経過して、宮に帰りたもうけり、尊敬語を使ってますね。なので、作者から主語である、巫女に対する尊敬語です。帰りなさったと。 そして、おん送りしてというふうにしてますから、お見送りしてという感じですね。まあ、お見送りというか、まあ、その、送っていってってことやね。なんで、今回の文章って実はわかりやすいのが、これたかの巫女と、この、馬の神なる沖縄、この二人しか今登場してないので、馬の神なる沖縄の方が身分は低いです。圧倒的に。これたかの巫女ってね、えー、皇族の血が入ってるので、これたかの巫女が必ず身分高いので、 尊敬語、謙譲語は大体これだけの巫女に使ってんなと思って読んでいってもらって構わないと思います。はい。なので、敬語が使われてない、えー、特に尊敬語が使われてない言葉に関しては、あ、これ、縄が主語かなっていうふうに取ってもらったらいいんじゃないかなと。見ていきましょう。恩送りして、得意なんて書いてますね。犬というのは、 これ、なへん同士も2つしかありません死ぬと犬の2つしかないのでここは摩辺同士犬の未然形ですさっさといなくなってしまおうまあだから帰ろうということですねこの文は助動詞の意思です解くというのは早くというふうに使っていく形容詞になるのでこのこれたかの巫女をねさっさと送ってはく帰ろうと思っていたと思うふうに敬語を使ってないですよねだからこれ「おきな」が主語です すると、大みき玉井、六玉湾というふうに尊敬語が出てきました。なので、主語は巫女になります。巫女がですね、お酒をくださり、そして六というのはご褒美になるんですけども、ご褒美をあげようというふうになってますから、作者から巫女に対する尊敬語です。で、一種の助動詞を伴っていると。 と言って、使わさざりけり。ここの使わすというのも尊敬語で取るので、えー、作者から巫女に対する尊敬語で、結局、生かせなかったという感じですね。<laughs> まあ、変えなさなかったという感じになります。まあ、あ,あるあるですよね。まあ、先輩とか上司がね、なかなか変えなしてくれないみたいな感じの展開です。使わさざりけり。 この馬の神、心元なかりて、心の元なかるというのは、じれったく思うというね、えー、言葉になりますんで、じれったく思って、でも文句は言えない。相手巫女ですからね、文句は言えない。こういう時に当時の人たちはどうしたかっていうと、和歌を作って不満を言うんですよね。枕とて草引き結ぶ子供世じ秋の世と谷、頼まれなくに。というふうに歌を読みました。と、読み蹴るって書いてますよね。 尊敬語を使ってません、ね。なので沖縄が読んだということですで意味はというと枕として草を結ぶことも世辞打ち消しの意思ですねするまいって感じです草枕というものになりますね草を枕にするつまり野宿とか旅寝という感じで使っていくんですけどもいやもう今日はここで寝るつもりはございませんという風な感じの意思表示ですね秋の夜とダニですねこれは類水と いう副助詞になります。秋の世でさえ頼まれなくに当てにすることができないのにというふうな感じですね。この例は助動詞ルーラルのルーですね。で、後ろに「なし」という形容詞意味としては「ない」ですから打ち消し否定になりますよね。そういうのと一緒に使ってる場合は「可能」という文脈でとっていいと思います。当てにすることができないのにという感じですね。ちなみに今は「秋」じゃありません。 なんでここ急に秋って出てきたんやっていうと、これ秋っていうのは夜長というふうによく考えられるので、夜長の秋でさえ当てにできませんから、まして今は秋ではない。後ろに書いてますよね。時は弥生の巣ごもりなりけりって書いてますから、<laughs> むしろ春やと。 だからもう、いや、もう帰りますよ、僕は、と。もう、夜中の秋でさえ、なかなかそんな当てにできひんのに、もう帰ります、帰ります、っていう風な感じの和歌を読んだんですよね。まあ、確かに直接、あ、すいません、僕、もう今日帰りますわ、っていうよりは、和歌で読まれる方が、びではありますよね。意味は大体一緒なんですけども。 はい、時は弥生のつごもりなりけり。このなりはつごもりという名詞にくっついているので、断定の助動詞なりという風になります。つごもりであったと。さあ巫女、大人のごもらでですね、大人のごもるという尊敬語になります。巫女はこれ寝る。 という言葉の尊敬語になるので「おやすみになる」という感じになるんですが後ろに「で」という打ち消しを伴ってますから「おやすみにならず」という感じですね。「明かしたもうてけり」「明かしてしまった」という感じですね。作者から主語である巫女に対する尊敬語で官僚の助動詞です。「てけり」というふうになってます。「明かしたまいてけり」という形がね穏便変化して「たもうてけり」というふうになっているという状態です。はい。 次行きましょう。隠しつつ、詣津子を祭りけるを。まあこ、そんなこんなでという感じですね。こういうことをしながら、真腕作者から、これ、巫女ね。巫女のもとに参上するという謙譲語。で、津子を祭る、お仕えするという意味の謙譲語。なので、沖縄は巫女のもとに行き、巫女にお仕えするですね。目的語がどれも巫女になっているので、謙譲語を使っているんですよ。 ケルを思いのほかに意外に外も見ぐしててままたた。尊敬語出てきました身串を下ろすというのはちなみに出家というのを表す言葉です出家をなさってしまったと尊敬語ですから主語は巫子です巫子が出家をしてしまったという形です当時の出家っていうのはほぼニやリーイコール死ぬという漢字で使います要はね今みたいに頭丸めてお寺行って終了みたいな感じじゃなくて もう本当に属性とのつながりを断ち切るみたいな感じになるのでかなり重たい意味を持ってるんですよねなのでこれすげえショッキングなお話なんですよ突如として自分の主だったこれたかの巫女が出家してしまったという形なんですよねで六月お正月ですね六月に拝み立て祭らむ謙譲語を使ってますなので主語は沖縄で目的語がこれたかの巫女ですね 正月にこれたかの巫女を拝み申し上げようです。作者から目的語、巫女に対する謙譲語。で、医師ですね。拝み立てまつろうと思って、斧のところに真腕。これも謙譲語です。作者から巫女をちょっとね、えー、見に行こうかなと思って、斧に参上したところ、冷えというふうに読みますが、冷えの山のふもとなので、雪が非常に高いと。なんかもうめちゃくちゃ雪積もってると。 そして、強いて、無理やりに、三室というふうに読みます。まあ、部屋ですね。お部屋です。に、もう出て、謙譲語を使ってますね。なので、沖縄が主語で、巫女のお部屋に参上してです。拝み、たてまつる。謙譲語を使ってますから、ここも主語は沖縄のままで、目的語が巫女です。巫女に、拝み申し上げる。 すると、つれずれと、意と、物悲しくて、おわしまし。お、尊敬語出てきましたね、おわしまし。ということで、ここ、主語は、巫女に変更されます。つれずれと、非常に物悲しいなあというふうな状態でいらっしゃった巫女。ければ、やや、久しく、将来亭というふうになります。将来は謙譲語ですからね。やや、少し長い時間、巫女にお仕えして、 古のこと、昔のことなども思い出し聞こえ、言うの謙譲語です。作者から巫女に申し上げていると。 するとさてもサブ,ううて、ね、サブライ「謙譲語ですね、おつかいする」という形になるので作者から「みこ」なんですがここ「沖縄が心の中でやはりそうは言ってもこのまま「おつかいしたいな」というふうに考えてますからここ「沖縄から「みこ」というふうにとってもいいかなと思いますが、まあ、一応字の文で鍵かっこもついてないので作者から「みこ」でいいかなとは思います。 はい、で手しがなというのは自己の願望を表す言葉になりますすいませんここ「意志」って書いてますが「意志」じゃありません申し訳ない間違えてる「手しがな」というのは願望です願望自己の願望お仕えしたいなぁと思えどですね公ことどもありければ、まあ、いわゆる朝廷のお仕事がねあるので公務があるのでえそらわてで,ですね 打ち消しがでになってますんで、えとデーでで、ここは不可能になります。できない。で、そうらうというのは、謙譲語になるから、沖縄がみこにお使えすることができずという形になります。作者からみこに対する謙譲語。で、え、ほにゃらら打ち消しというのは、不可能ですよっていう形ね。夕暮れには帰ると言って、忘れては夢かとぞ思う思いきや、雪踏み分けて、 君を見んとは。と言って、泣く泣く帰っていったそうな。というお話ですね。まあ忘れて夢かとは思ってしまいますよと。何かかっていうと、あなたが出家したことです。あなたが出家したことがもう本当に夢かと思ってしまいますと思いきや、このキーは過去の助動式です。で、下に形状詞のや疑問を伴ってます。なので、思ったことはありますか というふうに聞いてるんですがまあここは半語で取った方が綺麗でしょうね。本当あなたが出家したことは夢かと思いますよと思ったことはありますかいやないです。あなたを雪を踏み分けて君を見んとは雪を踏み分けてねこうしてあなたを見ることになろうとは一体誰が 思いましたかいや、思わなかったですよ。という、これたかの巫女を非常に慕っている、えー、この馬の神からの和歌でした。と言って、泣く泣く帰っていったと。にけり、にたりのには完了ということになるので、気にけりの2は完了の助動詞、ヌの連用形です。間違えないようにしてください。 はい、で、最後の和歌に関しては「忘れては夢かと象」というふうに形容詞の「象」が入ってますよねなのでその後すぐに来てる「重ふ」これがかかり結びの法則になってますだから「肉切れ」というのが発生してます「忘れては」「夢かと象」「重ふ」ここで「丸を打って区切れますでその後思いきや」ここも実は区切れます思ったことがあろうかいやありません という,ふうにここも区切りますだからこの和歌2区切れ3区切れというふうに2つの区切れが発生している和歌だというのを間違えないようにしてください。雪を踏み明けて君というのはこれかの巫女ですからねこれかの巫女を見ることになろうとはというお話です。 よろしいでしょうか。はい。おののゆきというお話でございました。またね、えー、ちょっとテスト頑張ってもらえればなと思います。動画良ければグッドボタン押しといてください。そしてまたチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバイ。